香港チャンネル。質問が来ております。はい。安倍元総理が銃撃された事件の現場で、献花台が設置されることをめぐってですね、はい、奈良県内の市民団体から奈良市に対して献花台を設置するのを、まあ、やめろと取り消しを求める要望書が提出されたということなんですが、これについてどう思いますかと。ほんだら、全国のもうそういう献花台とかもしやるってなったらやらん方がええよ。その理由があるやろ。なんか道が通れないとか、うん、その事件を思い出してフラッシュバックとか、はい、うん、俺はこの献花台を設置せえへんっていう要望書を出したことが俺フラッシュバックになるわ。そうですね。ほんまにこんな人がおるんやって、なんで亡くなった方に対してっていうね、うん、それもね、何十日続くわけちゃうやん。一日、その、7月8日のね、はい、命日の日にっていう、一年経ったっていうことでしょ、うん、亡くなられた時あって、はい、ほんで、献花台が設置されても、ほんで、混雑して揉め事があったかって言ったら、あれいいんや、うん、はい。な。ほんで、道もちゃんとみんな並んでる映画、写真が証拠で残ってるやん。うん、なんでこんな反対意見が出るかって言ったら、うん、これ水着の撮影会反対した団体と一緒やろ。同じ党のね。そうやろ、うん、なんか新日本婦人の会。婦人の会。この女性の方、うん、そこの関係ある方やねんやろ、はい。まあ、はっきり言って共産党の方やねんやろ。うん。だからこういうことがどういうことなのかって考えたら、うん、なんでやねんって、俺共産党の方に言いたいのは、うん、何それ安倍元首相と思想が違うからなのか、うん、でも亡くなった方の献花台をなんで設置せえへんねんって、うん、寄り添うんちゃうの、うん、って思うねんけどな。これ言うてること違うやろって俺思うねん。何やったら嫌いとか好きとかじゃなくて、これ亡くなった方に対して手を合わすとか、それはちゃんとせなあかんのじゃん。うん、アンフェアすぎるやろ。まあそうですね。うん。これ、そういうことをやらなあかんって。ほんで、この医師会とかもあるやろ。はい、医師会っていうのは、自民党の支持母体みたいやろ。ほんで、保健医なんかっていう団体があるって。はいはい、ほんで、それが、その、マイナンバーとか、うん、保険証を反対するのは、この団体とどこが繋がってるかということもみんな知らなあかんわなって。そういうことやから、はい、だから結局は、こういうね、ことで、反対するっていうのは、やっぱりそうなんかなって思ってしまうかな。うん、だから俺、申し訳ないけど、デモとかもあるやん。うん、あれこそ交通邪魔なってないと思うね。うん、どんなデモでも。あ、まあそうですね。そうやろ、はい、うん。うん。じゃあ、俺はこれナンセンスっちゅうよりか、日本のこの心が残っないねんな、というところで。うん、ね、日本人なんですかね。うん。ほんで、これ、献花台を、どう、お子さんとかおったら、どう言うんかな。うん、献花台を設置するの反対したのお母さんって言ったら、したって。なんでって言って、道が混むでしょって、フラッシュバックするでしょ。あの時の事件をフラッシュバックするでしょって。いや、あの時の事件っていうのは、ね、うん、民主主義に対しての、選挙の遊説やで、演説中にやで、殺害されてんで、うん。フラッシュバックどころか、これは絶対忘れたらあかんや。うん、な、うん。なんかね、そんなちょっと、変な理由というか、もっともらしい理由をつけて、もう単純に、私はもう安倍さんが嫌いなんで、これ反対いたします、みたいなね、うん、正直。そうそうそう。じゃあ、そんなんな、うん、誰かが、なんかさも、道が混んでるわって、うん。いや、あんただだけやの、言うてんのって。うん、思えへん。だ、はい、から、この人らの考えっていうのは、うん、少ない人らの考えが通らなあかんねん。そうですね。なんでか言ったら、転覆させたいからやろ。はい、うん。俺はもう、全然、献花台、大賛成でございますし、ねえ、慰霊碑とかでもね、作らなあかんとか思うけども、どれだけの功績ある、あれだけ海外のね、
トップの方々が参列したいとか、そして皆さんが来て、んで、このメッセージとかもあったかっていうことを考えたら、うん、いやいや、ほんまに。自分らが嫌い、やっぱり、あ、わかるわ。あの、ちゃんとやってた人ほど嫌われんねん。うん、こんな人なに。こんな人ね。うん。と思うわ。自分になんかね、害があったんですかね、なんか。いや、なんかそういうふうに、なんか、生まれた時はみんな一緒やけども、まあ、そういう、教え込まれてきてんじゃん。うん。俺ら幸せやわ。俺らしやから、ほら、君が代も、はい、日の丸も、こう、立って、まあまあ、敬いますし、ね。ほんで、歌ってきたよ、はい。うちの小学校、俺、小学校、中学校全部歌ってきたけども、うん、それ歌えへん。おんねやろ学校とかでね。日教祖とか。先生とかね。はい。うん。なんでかなとか思うけどな。うんうん、なんでしょうね、その考え方が分からないですよね、うん。日本で生まれて日本人やったらね。そうやろ。はあ、うん。と思うねんけどね。で、また、戦争を起こすとか思ってんねやろ、うん、うん。いやいやいや、起こしたないがためにやっとんねんと、うんうん。もう、言うてきたことがもう全部みんな、あの、裏返ってきたから。うん、あの、ね、攻められたら、うん、原発を練られたらどうすんねんって、ね。練られへんのんちゃうのんって。いうところで、憲法9条って言ってたのにな。はい、うん。もう分かったかって、憲法9条は。ね、おかしさをね、もう、うん。日本国内ではそうかも分からへんけど、うん、海外は知らんでっていう話やでっていうところ、そこのところをちょっと分かってもらわな、困るし。まあそういうところで、献花台反対の意味が分からない。そうですね。あの、水着撮影会、の反対も意味がわからないっていうところで結局はあの仕事を奪ってるやん、うん、ね、あれちゃいます。だからこの献花台が立てられて、じゃあいっぱい人が来るじゃないですか、うん、でそんなのテレビでもやると、いかに国民から慕われてたってことがこう大々的になったら困るんちゃいます。人気あったんやっていうのバレ、じゃあからあの安倍さんのね献花台ならの時、少ない数とか、葬儀の時とか、はい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 、国葬の時とか、少なく言ってたやろ。もう、反対勢の方は。はいはいはい、うん。なあ、はい、で、自分らの、ちょっとしか、おれへんのに、何万人集まった。何万人集まったって、わかりやすいね、はい。はい。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、いいねを押していただければ、また私も励みになりますので。